江戸時代に街道途中の宿泊場所として整備された宿場町は、今でも日本各地に残されており、風情ある光景で、観光客には人気のスポットである。古い町並みが残されており、周辺を散策するだけでも、昔の情緒がたっぷりで、タイムスリップした感を味わえ、誰もが訪れたいスポットである。しかし、この宿場町にも、この時代を生き残るための課題もあると言われている。では、どうぞ。映像は日本在住のイタリア人の方が撮影されたもので、寄せ棟造りの民家が立ち並ぶ、福島県下郷町の大内宿が紹介されています。国により重要伝統的建造物群保存地区に指定されている大内宿は、寛永20年1643年に、会津西街道の宿場として開かれました。会津若松城から程よい距離に位置するため、参勤交代の際には徴用され、本陣も置かれるなど、会津藩にとって重要な駅となります。明治以後は、鉄道の発達によって、宿駅としての地位は完全に失われますが、昭和の中頃に、その町並みに対する評価が高まるようになり、新聞やテレビで取り上げられたことから、全国的に知られるようになります。1985年には約2万人だった年間観光客が、2007年には100万人を突破。今では、県外からの観光客が 90% を占める、福島県内有数の観光地になっています。大内宿の美しい光景に、イタリア人も、とても感銘を受けたようでした。海外の反応。こんな素敵な場所があまり知られてないって、どういうことよ。まるで別世界に存在する光景のようだ。日本には絶対に行く価値があるっていう地域がいっぱいあるよね。だって本当に美しい光景が待ってるんだよ。特に伝統的な日本の光景は驚嘆に値するよ。なんて美しい場所なんだ。本当は大都市だけじゃなくて、こういう光景だってもっと見たいんだよ。6時16分に映ってる階段のそばのお人形さんは何なんだろう？てか、穴が開いてる効果なかった？あとあの、場所にお金を投げるのって、不幸が訪れないようにってことなんでしょ？日本人って、そういう迷信を信じる人たちだったんだ。日本人には、そういう面も少しあるね。五円玉を投げるのは、幸運が訪れますようにってことなんだ。五円と五十円玉はお守りみたいなものなんだよ。金運や仕事運を上げると考えられてるらしい。美しい映像をありがとう。あの場所では時間がゆっくり静かに流れてるんだろうな。あの村は実際に人が住んで生活してる町？それとも博物館なのかな。20世紀のまま時間が止まっているような風景だね。ありがとう。素晴らしかった。そのうち、日本の田舎を回る旅に出られたら最高だろうな。東京みたいな大都市を回るより、1000倍は貴重な体験ができそう。並外れて素晴らしい、日本のもう一つの側面だなこれは。古き良き時代がそのまま残ってるんだ。休日を過ごすには、本当に良さそうな場所。心も体も存分に癒してくれそうな気がするよ。なんだか可愛らしい雰囲気の村だね。素敵な場所ですね。この村、イタリア北部の風景に似てる。本当にいいなあここ。風景が素晴らしい。小川で冷やすシーンは、田舎に暮らす祖父母との体験を思い出したよ。ビールやスイカをああやって冷やしてたんだ。日本の田舎を巡る旅もいいかもしれん。映像に出てきた木製のサンダル。小さい頃に見てたアニメに出てきたんだけど、今でも日本人は使ってるの？この村いい。本当にいいよ。日本の伝統ってたまらないよね。本当に綺麗だと思う。夢を見ているような気分になれた。見事な映像におめでとうと言わせてくれ。今の生活から離れて、1週間くらいあの村に滞在したい。絶対リラックスできると思うんだよ。店員のおばあちゃんたちが素敵だね。シンプルなんだけど、それでも本当に壮観なんだよな。映像を見てて、さすが、伝統の国だって思ったね。
日本関連の動画を他にも見てきたけど、こんなに美しいと思った光景は他になかった。ありがとう。君は素晴らしい仕事をしたね。グラッチェ。光景も、そして音までもが素晴らしい。おお、感動。すっごく綺麗。こんなすごい場所が残ってるんだね。美しい動画をありがとうございます。アメリカ在住。素晴らしい。いつか俺も行ける日が来るといいんだが。この光景を美しく収めた撮影技術も見事だ。時代が変わっても、そのままの姿で残っているのが驚きだ。静謐で、平和で、美しく、そして独特な場所。この動画大好き。私は、日本の伝統とか民族に魅了されてる人間だから特に。あの国の科学技術よりも惹かれるんだよね。この映像は傑作だね。周囲の音や会話を聞いてると、まるで、その場にいるみたいだ。美しい動画をありがとう。あなたの映像を見れば見るほど、日本に行きたくてワクワクしてくる。13時52分、虫を食べるのって初めてだったの。実際に食べてみた感想は？俺はいつも食べる勇気がなくてさ。人に味を聞くだけ。ずいぶん綺麗に撮れてるね。ところどころナルトっぽい。本当に美しい。こういう場所があるってことを俺たちに伝えてくれてありがとう。素晴らしくクールじゃないか。今度また日本に旅行に行くときはここに行ってみる。これはちょっとすごいな。この村の存在を教えてくれてありがとう。おそらくやや遠い場所にあるんだろうけど、そんなことはどうでもよくなるくらいに美しい。もし日本に行く機会があったら、大都市じゃなくてここに行きたい。もちろん大都市にだって魅力はあるけど、カオスだからね。この場所のように小さな村で本物の日本を体験したいんだ。近代的な街並みの日本と江戸時代さながらの宿場町の風景は、新旧の文化を色濃く残す日本独特のもので、世界に誇れるものである。以前には落語によく出てきていた宿場町、テレビ等での落語を聞くことがなくなり、日本人の心から忘れ去られようとしているのではないか。海外からも評価の高い日本の光景、これからも写真集で見るのでなく、実際に日本人には訪れてほしい場所である。こんな話を聞いたら、昔に栄えた宿場町の名残を保っているところが近くにないのか調べてみたくなってしまった。でも、Google マップのお世話になり、なんだかそこに行ってしまった記事体験で満足してしまったのが悲しかった。やっぱり、いつかは現地に行って、そこでしか味わえないものを体験してみたいと思っている。